はい、ごきげんよう、みつけまです。今日もオクトパストラベラーやっていきたいと思います。テリオンの第4章の続きですね。この、廃教会の地下奥にダリウスが潜んでいるっぽいので追いかけていきたいと思います。それじゃあ行きましょう。この先っぽい、行くぞ。おー、あ、弾あるやん。見つけた。緑流石と黄流石だ。だがダリウスはなぜ流石を狙う？ただの宝石ではないのか。確かにドラゴンボール的な願いが叶うみたいなのがあるのかしら。そいつはな、俺が大きな力を得るために必要なものだ。大きな力？ダリウス。よう、テリオン、まだまだ元気そうじゃねえか。まさか本当に乗り込んでくるとはな。そんなにその腕輪を外したいのか？外したいだ。この腕輪を外すため、最初はそうだった。だが今は違う。ほう、ならなんだ。信じられたからだ。あったね、テリオン。気に入らねえ。気に入らねえ目だ。昔みたいな目に戻りやがって。ウェルスプリングじゃもう人は信じないって目だったのによ。それがなんだ。信じられたからだ。無駄無駄、また裏切られるだけだ。かもしれないな。そうだと思う。人なんて信じてどうする。他人なんて金や権力をちらつかせて存分に利用してやればいいんだよ。アリウスはこう人に裏切られるのが怖いんだな。ね、臆病者やな。俺はそうやって生きてきた。お前を利用したようにな。強そうに見えて実は弱いんだな。だから結構そういう生き方は、うんうんうん、寂しい生き方なんだとよ。そんなものはザレ事だ。ああ、そうだ、ザレ事だ。俺はそんなザレ事を本気で信じてみたくなったのさ。いいぞ、テリオン。覚悟はいいか。あ、ダリウスさん結構細身でいらっしゃる。人を信じても裏切られる。それをお前も知ってるはずだ。這いずり回って生きてきた俺たちが人を信じてどうする。ああ、確かにそうだろう。所詮俺たちは盗賊だ。人のものを奪って食いつなぐろくでなしだ。だがな、ダリウス、そんな俺たちでも人を信じたり信じてもらうことはできる。くそ、うるさい、自分だけ悟ったようなことを言うな。いいぞ、テリオン、変わったわね。え、なんか取られた。え、何取られたの。強っ。狙い撃つ。やばいな。アイテムが使えなくなった。あ、そういうことか。ナイフが効くのか。ナイフか。剣、ナイフ、剣、剣、いけるか。はい。あ、剣効かんか。何効くんや。ノテリオンはナイフで、一応ライフスティールだが、いや、あ、でも先にパリった方がいいのかな。パリるか。な。なかなか考えがいがある。どうする？杖とか。魔法か？魔法かな。とりあえずいつも氷をちらつかせているんだけど、気分的に熱いし。クルターグラキエス。あ、氷効いた。ナイスすぎ。どうする？アイテム取り返したぞ。一旦回復か。これしたいんだよな。物理ダメージ
反撃のやつさ、前までやってたじゃん、反射のベールの物理版があるから、この人多分物理バカ強えから、これを駆使してやっていくのがいいのかなと思いまする。なので、マッコは回復するとして、どう動く？どうする？テリオンにさ、BP を上げて、BP を上げてシルテージしてもらって頑張ります。で、反射お返しの巡りをするという作戦でいこうかしら。この作戦でいこう。そうしよう。どうしよっかな。打ち消しの巡り、敵単体に強化無効2ターンか、味方単体に弱体無効2ターン選択。強いなマジで。これ配信星読み、どうしよっかな。まあ別にいっか。ここは殴る槍とか、あ、槍効くやんけ。よし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 。で、テリオさんでシルティージして、はい、武闘機シルティージ次のターンオフィリアで反射かけます。かかってこい、お願いします。で、槍か。斧は？あ、斧も効くじゃん。結構効くね。いいんじゃないの？クルターグラキス。はいはいはい。でまたあれかな、なんか取られるかな。体勢を整えた。あ、普通に攻撃だった。あ、よかったよかった。アイテム取られるのが結構しんどみの鎌足りだったから。あー、氷が効かなくなってしまった。雷とか、雷イカズチを貫け。氷があそこにあるってことは炎は効かないので、それ以降やな。なんだろう、風とか。よし、お返しの巡り、物理ダメージ4回反撃しよう。これを皆様に。血輪よ。はい、オッケー。で、テリオンさんはコウモリとかかけた方がいいのかな。コウモリかけとくか。うつこえぐいから。そいつの生くれた。ほい、ほいで。どう動く？斧効かねえんだよな。SP を奪う。うわ、やば。ちょっとサイラスの SP 取るのはまずい。待て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 。おい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 、何してんの。ちょっと待って。ちゃう、マジか。これ返してもらえないの？返してはもらえないか。どうしよう、サイラス。あとやることないわよ。回復しときなさい。はい、使っておこう。しょっぱいわ。どう動く？アイトもやることないんだよな。魔物、あー、ダメか。ほい。お、ナイス。あ、回避しても反射あれなんだ、効いちゃうんだ。反射なくなっちゃうんだね。じゃあもう一回かけとこ。シルティージ効いてる間だけもうお返しの巡りをかけ続けよう。どう？よし。で、次テリオンでシュパシュパして、はい、これ帰ってくんのかな。 SP、 あ、帰ってこないよ。帰ってこないって、なんだよ、ふざけやがって。集中していこう。
じゃあ、しかも雷じゃ氷も効かないし、風とかいかがですか？サルターウェント。あ、効くやん。ナイス。天才やったわ。とりあえずブランド行っちゃおう。来天将ブランドよ。はいよ。めっちゃ効くやん。頑張ります。この人もしかして防御低めなのかしら。防御低めの民だったりする？わからんけど。これを。よし。回復しといて。テリオンどうする？何する？コウモリもっかいかけとくか。はい。そいつは生クレか。それでは。で、あ、もうシルテージ切れちゃったか。ふーん。よー。サイラスの SP 回復しておきましょう。これよ、はい。でも盗まれたら1、強制1なのかな。しんどいな。サルターウェント。できるだけパリッた状態にしておきたいな。さすがにしんどい。よいしょ。くそ。テリオン、お前はいつもそうだった。自分の腕に絶対の自信を持っていやがる。お前がどれだけ盗賊の腕を誇ろうが、ろくでもない連中の方が大きく稼ぐのさ。それで？だからそのろくでもない連中のそばに回るというのか。お前だって分かっているはずだ。俺にはお前ほどの盗みの才能はない。あ、そうなんだ。やっぱテリオンってすげえやな。それでも盗賊として生きていくと決めた。そのためなら何だってやるってな。語るやん。あ、また変わっちゃった。どこ見てるんだ。よし。反撃。反撃いっぱい来た。反撃めっちゃするやん。あ、反撃ってそういうこと？そういうことか。あの、反射じゃないのか。反撃をするのか。なるほど。へえ。まあまあまあ、いいんじゃない？反撃。じゃあ、どうする？もう一回、シルテージかけよっか、これな。強いじゃん。反射の方が、やっぱ強いね。その分、返ってくるけど。これは、完全にカウンターなんだな。それでは。よし。氷で。いいな。回復しようかと思ったけど、反射お返しするから関係なかったや。うんで、サイラスさん何にもできないね。まあいいか。風しとこう。風吹かしとこう。あ、いつの間にか毒も食らってるじゃない。いいじゃない。いいぞみんな。で、槍か。槍ツンツンして、いいぞ。槍ツンツンの技なかったっけ。あるじゃん、これやろう。ツンツン全然当たんないですあ、ナイスよし、 OK。 これで SP を回復して、おっ、もう黄色い。マジ？もう黄色じゃん。回復しよう。あ、回復いいか。回復で傷を癒したまえ。ほい。とかもうなかなか考えない。お医者さんじゃなくなってるからさ、オフィリア。回復技は全体のやつしかないのか。風。サルターウェント。で、ハイットがあれできるから、ブランドできるから、ブランドしましょう。ほいよ。大検証ブランドよ。せい。強。毒まで食らって。ハイット強すぎる、マジ。よし。俺は
お前なんぞに負けねえ。負けるものか、お前のような甘いやつに。ふざけるな。甘いのはお前じゃないのか、ダリウス。なんだと？くそ、ダメ。お前はただ裏切られたくないから裏切る側に回っただけだ。その通りすぎる。正論パンチ。信じることに怯えていたのはお前の方じゃないのか、兄弟。黙れ。俺はお前とは違う。お前を切り捨て高骨に生きてきた。お前と違って非常にもなれる。誰にも負けるものか。なんかすごくひどく裏切られて辛い目にあったのかな。でも人を信じるってことはね、そういうこともあり得るからね。でもそれも含めて信じるってことだとわしは思うよ。ライフスティールだ。よし、頑張ります。じゃあ引き続きパリパリしていきましょう。もう一回かけるか。かけましょう。月輪よ。もうこのお返しの巡りと反射があるおかげでボス戦がすごい簡単になったな。やりやすくてしょうがないわ。なかなか考えない。ありがてえ、マジで。どうしよう。回復しちゃおっかな。回復しよう。はい。OK。もうだって効かないもんね。最強じゃん、これマジで。お返し反射するときの武器とかはさ、選べないのかな。もう赤じゃん。マジかよ。もう赤いんですけど。この人 HP 低めの民だな、おそらく。月輪よ。多分知らんけど。じゃあツンツンして、ツンかかってこい。ツンして、次ブランドしような。さあどうだ。こいつ何持ってんだろう。盗むする。テリオン絶好の盗みチャンスよ、あんた。盗みましょう。何持ってんだ。いただきたい。真っ赤なリンゴ。なんで真っ赤なリンゴ。どうしようか。リンゴ好きなん。集中していこう。リンゴ好きだったんかな。サルターウェント、かわいいもん持ってた。さあ、それでここは回復して、ハイットでいけるか、とどめさせるか。いくぞブランド。ほら、ブランドよ。はい、ナイス。いい戦いだった。いや、我々マジで強くなりすぎているな。真っ赤なリンゴ。勝った。俺の負けか。ダリウス兄弟よ、お前は何が欲しかったんだ。俺を裏切って手に入れられたのか。何を言うかと思えばくだらない。俺は成り上がる。何を利用したって誰にも見下されない存在になるんだ。誰も信じられなくてもいい。ただ成り上がって俺を見下した連中を見返して復讐したかったみたいな感じ。俺は認めてもらいたかったのかな、誰かに。さよならだ兄弟。逃がしちゃうんだね。またどこかで同じことしてんのかな。だがこの金さえあれば、どこかの町で出直すことができる。めっちゃお金あるやん。
あ、来た。傭兵の人。おい、そこのお前たち。あ、違うわ。金を運び出すのを手伝え。これ部下の人だ。これも、これも、これも、全部、全部俺のものだ。あ、本音がダダ漏れていますよ。裏切られた。裏切る側の人間って言ってたのに。 お前ら裏切ったな。裏切った？俺たちは金が欲しいからあんたについてきただけだ。そうそう、違うのはガーレスくらいなもんだ。見ろよこの金、一生遊んで暮らせるぜ。結局信じてない人は向こうからも信じてもらえないんだよな。これか。だ、すっげ。一人になっちゃったね。あ、え、孤独に死んでもうたのか？これは。エリオンさん、一番恐れていたことなんじゃないの？ダリウスにとって一人っていうのが。因果応報。ただいま。これで4つ取り戻したんじゃない？いや、はや、年寄りの冷や水とはよく言ったものですな。あのような無理はもういたしません。マジですごかったな、ヒースコートさん。ヒースコートも強いよな。心配をおかけして申し訳ございません。まったくだ、心配させやがって。お、なに？なんでもない。もっとでかい声で言いなさいよ。それよりも、ほら、流石だ。もう盗まれるんじゃないぞ。ありがとうございます。これで終わりですね。私が腕輪を外しましょう。ヒスコート、鍵を。いえ、鍵は必要はありません。え、でも。どういうこと？もう外してありますので。え、そうだったの？そのようだな。いつの間に。一度お嬢様が提案なされた時に、私めがこっそりと。そうだったの？じゃあずっと外せる状態だったんだ。へえ。じゃあテリオンがこう無理やり外そうって思ってたら、もう流石集めしなかったの？しなくてよかったってこと？もしかして気づいてたの？しかも鍵が外されていたのに、私たちのお願いを。ちょっとあんた。さて、どうかな。優しいとこあんじゃない、あんた。それよりもコーデリア、ちょっとちょっと、その流石はただの宝石ではないのか？株爆上がりやんけ、ここで。ダリウスは大きな力を得られると言っていたが、これ何なんだろう。やっぱドラゴンボールなのかな、流石やし。それは私からお話ししましょう。この4つの流石はフィニスの門を開くための鍵と言われております。このフィニスの門ちょいちょい出てくるんだけど、やっぱサイラスのとこに出てきたあれなのかな。呪いみたいな、呪い呪い死みたいなやつ。
あれ、門っぽかったけど。もし開けば、世界のありようが大きく変わる。そう伝承では歌われています。ちょいちょい出てくる。あなたからすれば、これおとぎ話に聞こえるでしょうが。語られるのかしら、ちゃんと。ダリウスはそのおとぎ話を信じていた。ダリウスがあれだけの数の盗賊を率いることができたのは流石の力か。わかりません。しかしフィニスの門が実在するかどうかはさておき、レイバース家はこの流石を代々守ってきたのです。すごい重大な役目があったんだな、レイバース家。雲をつかむような話だな。だが俺にはもう関わりのないことだ。そうでございますね。もうあなたは自由の身ですから。デリオンさん、じゃあな、もう用はない。バイバイなの？なんかまたヒースコートみたいに羊じゃないけど何かしらのお役目があるんだと思った。もう何の関わりもないはずだ。それともまだ何かやらせる気なのか？あの、そうではなく。お嬢様はあなたを見送りに来たのですよ。律儀なことだな。そんなことはありません。お礼を申し上げる前に出て行ってしまわれるんですから。では改めまして、当家の家宝を取り戻していただき本当にありがとうございました。礼はいらない。取引としてやったまでだ。でも助けていただいたことは事実です。そうか。それでテリオンさんはこれからどちらへ？さあな、まだ決めてはいない。あてのない旅ということですか。ま、そういうことだ。わかりました。では旅のご無事をお祈りしています。私たちはこれにて。コーデリア、ありがとうよ。うわー、テリオンがお礼を。ちょっと何、テリオンめっちゃいいじゃん。ちょっとテリオン好きすぎなんですけど私。何、ちょっとやだ、イケメンすぎません今の。やるやん、あんたねえ、ツンデレちゃんじゃないの。いや、テリオン最初から優しいところはあったけど、いや、まさか鍵外れてると思わなかったし、気づいてね、手伝ってたとか、ちょっともうツンデレの極みすぎませんか。いや、よかった、テリオン。はい。ということで、株爆上がりなんですけども。さてさて、次でラストですよ。ハイト、どこ？ハイト、あれ、ハイトどこ？あ、いた、ここだ。もう最後なの？だって何年やってる？何年もやってないわ。何ヶ月？ちょっと待って。1年やってるよ。1年以上やってるわ。1年以上やってる。このオクトパストラベラーもついに最後ですよ、ハンイットで。寂しい。ということで、次回、ハンイット第4章、マルサリム、向かっていきたいと思います。はい。では、ここまで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方、よろしくお願いします。おいじゃ、バイバイ。